ここからはレッズレディースを紹介するコーナー。今回登場するのは長島玲奈選手。まずは自己紹介から。フロアレッツレディースディフェンダー背番号25番の長島玲奈です。私のお気に入りの一品はこのプロテインです。理由は練習後にいつも飲んでいて味もとても美味しいからです。これからの体作りにとても大切な一品になっています。続いてはプレイヤーとしての能力が試されるタイムトライアル。リフティングをしながらコーンを回り、ドリブルからシュートまでのタイムを競う。長島選手、記録更新なるか。スタジアムでは冷静なプレーに注目してください。15秒00という好タイムを出したものの、北川選手には及ばず。記録を破る選手は現れるのか。では対談に戻ろう。今後のサッカー人生でやってみたいこととは。まあもう俺らはね、30になって残りね、サッカー選手としてもう半分過ぎたか、もう終わりに差し掛かってるかっていうぐらいの年齢、まあサッカー選手平均がまず26歳とか言われてるしね、もうだいぶ最後の方に来てると思うけど、まあここからやりたいこと、それがすごい難しいですよね。やっぱり新しいモチベーションっていうか、やっぱり代表入った時はちょっと思うじゃないですか。僕はだから4年前に入ってロシアもしかしたらってあの時は思ってましたし、そのために頑張ろうって。でもだんだん分かるじゃないですか、これはもうないなって、もう入ってないのみたいな。ギリギリで入ったからいけるって思ったかもしれないけど、まあまあまあ、それが終わったら次のモチベーションってすごい難しいなと思いますけど、まあやっぱりレッツでのタイトルってところになってくると思うし、僕は仙台でなかなかうまくいかなくてレッツに来て、まあサッカー選手として輝かしてもらったっていう感謝があるんで、やっぱりレッツに少しでも力になりたいっていうふうに思ってるし、タイトルの力になれたらなっていうふうにはやっぱ思ってるんで、それが一番の目標っていうかモチベーションなのかなとは思います。まあ、何回優勝してもね気持ちいいし、何回優勝してもファンのもうねサポーターの人も喜んでくれるし嬉しいと思うから、まあそこはやっぱりもう何回でもやりたいよね。何回でもね。まあでもやっぱり2回しかやったことない。2回しかやったことない。俺も2回しか。でもまあ、ファンソ選手があのわーってやつはもう4回くらいだから。でもあれでも気持ちいいじゃん。あれでも気持ちいい。そうだからもうやっぱリーグはねちょっと取ってないですし、リーグと僕が来たからはリーグとまだ天皇杯が取れてないんで、ACL とルヴァン取って、そうだね、やっぱまあもちろんこの2つも取りたいですけど、取ってない2つも取りたいですよね。まあそうだね、とりあえずはやっぱその2つをしっかり取って、まあ武藤と一緒だけどやっぱ恩返ししたいっていうかさ、やっぱこのクラブがまず自分を取ってくれて、で今こう試合に出てる状況のうちにやっぱり少しでもチームの力になって優勝したいっていうのがやっぱ一番の目標 だとは思うけど、やっぱそのためにはやっぱ自分を高めなきゃいけないから、俺はプロサッカー選手である、まあカズさんじゃないけどプロサッカー選手でこうバリバリでやってる間はやっぱ日本代表は常に目指しながら、考えももうないわじゃなくて、もうそれこそ本当に何が起こるか分からない世界だなって、自分が代表入った時もそう思ったし、入る前からもうずっとプロサッカー選手の間裏日本代表を目指さなきゃいけないと、目指さないと自分の成長は止まると思うから、やっぱ日本代表には目指さなきゃいけないなと、それがそのリーグ優勝だったりとかにもつながってくると思うから、やっぱそこはすごい目標として常に持ち続けなきゃいけないなっていう。まあ武藤もね、だからじゃあ来年30点取りましたとかなるかもしんないじゃん。 ね、そしたらさ、いやみんななんで代表入んないのとかさ、32だろうが3だろうが関係ないじゃんってなるから、やっぱそれは絶対目指し続けなきゃいけないとこなのかなって俺は思ってんだよ。監督も変わりましたしね。そうそうそう、また新しく、ね、全然そうチャンスあると思うし、多分そこはもうずっと目標として持たなきゃいけないなと。まあ俺はあとはね、さっきもすごいふざけて言う宣伝みたいな感じでありましたけど、やっぱそういうスクールとか
そう子供たちのやっぱり夢や目標を、ね、育む場っていうのを自分で作りたいなと思って、それが実現できるので、やっぱそういう教育の部分にもちょっとサッカーを使って教育するっていう部分もちょっとやっていきたいなっていうか、まあ、浦レッズ将来的にはやっぱレッズの選手になってほしいし、自分のクラブから、まあ、それはそんな最高なことはないと思うから、やっぱそういうところもちょっとずつこうやっていきたいなっていうふうには思ってるけど、逆に武藤はそのセカンドキャリアみたいなさ全然考えてない今、考えてない。俺は別にセカンドキャリアに向かってるわけではないんだけど、まあ絶対にこれをしたいっていうのはないですね、うん、まあ僕指導者がまず嫌なんで。結構好きそうだけどね、人にアドバイスしたりするの。いや全然サッカーを教えたいっていう思いはそんなに持ってないんで、うん、はい、まあぼんやりあるんですけど、それはここでは控えさせていただきます。乞うご期待ということで。乞うご期待、うん、皆さん、でも皆さんと楽しめるバランスを僕は考えてるので、でも乞うご期待で。子供も楽しめます？子供もまあ楽しめる。まあ楽しめる、うんうん、まあ、まあ楽しめる、うん、じゃあ楽しみにしとこう、はいはい、最後は質問コーナー。公開収録に参加してくれた子どもたちの純粋な疑問に2人が答えた。まずはみきちゃんから武藤選手への質問。いい？せーの。嫌いな食べ物は何ですか？じゃあ武藤選手、嫌いな食べ物何ですか？嫌いな食べ物ですか？これあんまり子どもたちの前で言いたくないんですけど、嫌いな食べ物いっぱいあるんですよ。そうなんだよね、武藤はね、好き嫌い、好き嫌いが激しくてあんまり見本にならないんですけど。じゃあその中で一つ。一つ。まず一つ。まず一つ。野菜。どう？全部嫌いなの？待って。ピーマンとか玉ねぎとかじゃなくて。野菜の中で一番ダメなのは何ですか？ダメなのですか？ナスとか、ピーマンとか、キャベツ。ナス好き？キャベツ、レタス。あら。嫌い。でも、うん、お兄さんだから一生懸命食べますよね、サッカー選手だし。そこなんですよ。はい。野菜は嫌いです、うん、食べたくありませんあんまり、うん、でもやっぱりサッカー選手として、まあ、体を大きくするとか、うん、こういっぱい走れるために食べなきゃいけないと思ってるので一生懸命食べてます。だからみんなも好きなもの嫌いなものねあると思うんだけど、やっぱりいっぱい食べて大きくなってほしいなって、うん、でお母さんは一生懸命ご飯を作ってくれてる。あなたが食べなさいよじゃあ。ちゃんと食べて食べてるもんね。今だからうちの奥さんが作ってくれるご飯、はい、極力全部食べてます。はい。だからみんなにも一生懸命食べてほしい、うん、そしたら好きになる時もあるかもしれない。だから好き嫌いせずにいろんなものを食べてください。続いては俊輝くんから宇賀神選手への質問。どうして、スローインはそんなに飛ぶんですか？おいい質問。見てる人いたね。そこちゃんと見てくれてるんだね。すごいですか、宇賀神選手のスローインは。はい。どんなところをすごい飛ぶから、はい、なんですごい飛ぶのかな。いや、わかりません。トレーニングしてるんですよ、うん、オリベイラさんになってから。聞きますね、はい、ちょっと見てみる。見てみる。ちょっとやってもらっていいですか？どういうことですか？エアで。エアのトレーニング、はい、エアのスローイングやってもらっていいですか？エアのスローイング、はい、どんな感じで横で真横で見たいです。でいつもはいつもはサッカーボールを投げてるじゃないですか、はい、でもそうなんです。練習の時はもうすっごい重いボールをこんなボールですよ。これでこれかもうこれですよ。もう重いボールを投げてるの。こんなボールをうーあーみたいな投げてるんですよ。だからもうぜひスローイン飛ばしたかったらこういう重いボールを持って練習してください。そしたら試合中軽く感じてヒュッと投げてるということだけど、はい、ご納得いただけました。スローイン練習、はい、スローイン練習をたくさんするのと野菜食べてください、はいはい、そしたら飛びます。そして水木くんからの武藤選手への質問は。どうやったら浦和の選手になれますか？いい質問だ。俺も浦和の選手なんだけどな。でも武藤選手2人に聞いてほしかったな。すいません、武藤さんに入ってるんで。今お休みです。ごめんなさい、はい、じゃない出てこなくて大丈夫。今武藤さんに聞いてますからね。ちょっとマイクオフにしてください。ちょっとお休みしていただいて、はい、すいませんね、はい、じゃあ武藤選手に聞きますね。どうやったら浦和の選手になれますか？まあ、やっぱり、いっぱい練習して
浦和の選手に僕はなるんだっていう強い気持ちを持つことが一番大事だと思うんで、サッカーやる上でもそうだし、夢を叶えるためでも僕が一番大事だと思うのは技術とかではなくて、諦めないことだったり強い気持ちを持って立ち向かっていくことだと思うので、今浦和の選手になりたいっていう気持ちをこれからも強く持って一生懸命サッカーの練習してください。そしたらきっとなれると思います。公開収録でも楽しませてくれた2人は、これからも全力プレーでみんなを楽しませてくれるだろう。